皆さんこんにちは小川太郎です。えっ、ー、と連続で配信を、えー、できるように頑張ってます。えー、ようやくですね総合二号ですね、えー、できました、えー、現物です。えー、令和六年夏号ということで、えー、あります、えー。こう見ていただくとだいぶ分厚いそしてね紙がねこれ上上質紙なんだよねこれ。 上質紙なもんですからこう、白いね。重たいんだこれがうちの僕の秘書の奈緒ちゃんがこれからねいろいろあのー、配送したりするんで見たら5 5 0ムとか5 2 4グです。<laughs> ということでなかなか 雑誌としても次またページ増えて1冊1キロになっちゃったら困るんでちょっとあの紙をどうするかとかいろいろ考えないといけないかなと思っております。えっとそのこの話後でします。中身の話重要なんでえっととりあえずですねとにかく私がいつも言ってることあのであの番組一緒に作っていく仲間を増やしたいと思っています。それ何かと言ったら 本当にこここのの国のことととををしっかりり考える保守を作り直そうよってことですねつまり今話題で今ねもう本当に保守っていうか言論もね皆さんね苦しいわけですよお金が。つまりどん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 そのサイクルが変わるでしょ例えば、えー、と本を保守でも何でもそうです左翼でもそうです全部ねその本を買うっていうサイクル自体がものすごく消えますよね。でよく「朝日新聞」の部数が減って「ああ廃刊運動だと」といやいや えっとそれは読売も減るし産経もる減るんだよとそれからえ雑誌の保守系の雑誌の正論だって花田やウィルだってこれ減るんですよ文芸春秋も減るだから紙媒体全部が減ってえっとその時に注意深い読者っていうのも消えていくんですよそしてこの注意深い静かにものを考える注意深い読者が消えていくでえっと YouTube っていうものも、えー もちろん注意深くちゃんと主張してくださる人もたくさんいるけれどこれやっぱりね飛ばし飛ばしを見てそしてやっぱりこう刺激的な言説の方に、えー、行くでその「はざかですよねこの10年の間にものすごく保守言論も含めて左翼はもう本当にひどくなっちゃったんだけどもというか知識人が本当左ってかなりあの消えてみんなニュートラルになっちゃった。 あの考えは保守的だけども、論壇には入らないよっていうような学者がすごい今多いんですね。そういう人は、えっ、ー、と。例えば、わかりやすく言えば、中高新書とか、文春新書とか、新潮新書のようなところに、えー。結構しっかりとした、えー、啓蒙系のものを書いている学者の若若手っていうか、六十以下の人のほとんどは保守ですよ。でも、まあ、私のことも、なんていうか、私もイメージが非常にこう。 ロン論壇っていうところにはこういうね学者たちは怖がって入らないね大学で何言われっかわかんないしであの私の講演なんかにこう大学の教授なんかが結構来てあの楽屋に挨拶に来られたりしますよこれは他の皆さんもそういうこと多いと思うんです保守の皆さんあの実は保守だし先生応援してますと。でも あの大学の中ではもうあの隠れ補修にしとかないとえ大変なんですなんていうねでその流れを変えるためにもまあ私はこういう場所に学術というものとそれから思想学術思想文学で私がどんなに世の中のイメージで何かこう過激な何かこう よく反動過激あるいはまた政治家と密接だからダーティーみたいないろいろあるかもしれないけど何を言われてもここが私の原点というのはそのしっかりとした学者そして文人が、えー、日本を大事にするというところに集結するというこれが大事だと思っているからです。で例えば今日長官出生率 過去最低更新と、まあ、最低更新でも分かってるよって話だけどずっと下がってるねこう。でこれ例えば本当に保守でこれをちゃんと話題にしてえ継続的ににこのテーマに取りり組む人ははいまません、えーと。団体としてはあります。それは私がいつもよく尊敬してるって申し上げる伊藤哲夫先生の日本政策研究センターがこの問題では一番やってる。でもとにかくいつもよい保守ってあの真面目な団体がいくつかあるのよ。 いいいくくつ持ってようか地方組織もいろいろたくさんあるでもみんな本当にお金もないしみんなボランティアに近い中でそれぞれが、えー、で頑張ってますなかなか結集をしろって言ったって結集をするための、えー、なんていうかなそういうゆとりのある資金はないんですこの世界に。そして人材の数も限られてるから、えー、でその中でさっき言ったように商売に走るほかもうないのよ多くの人は。で私が商売走らなくていい,い,いんじゃないですよ。あの 余裕ないんですだから会員になってねと最近ね会員になってください買ってくださいとなぜかし言ったらさこんなもんさこんなもん出してたらそれはね、えー、もうおまんまも何も食えなくなるし光熱費も何もつかなくなりますよこんなこと私ずっとやってたら。っていう中でみんなやってるんですよ私もそうなの。でも私が違うのは商売で言論は売らない商売で言論を売るぐらいなら最初から商売が成立する場所に行きますよ。 それは NHK と朝日の売れっ子になることですはっきり言って文化人としては決まってんじゃないですかそんなもの最初からそのコース行くんだったらそうしますよでも私は最初から例えば小林の秀の跡を継ぐとかね福田孝孫とか江藤淳の跡を継ぐとかばっかじゃないのって話ですよもう昭和の終わりまで彼らは神話でしただけど平成になったらそんな評論誰も知らないよそんな名前もうつまり もうビジネスになってない時に私はこの道を選んだんだから最初から、えー、これでどうやってビジネスを成立させようかって思ったことないわけよ。そうすると大変なな世界なんですでその中で、えーまあ、こういう場所を作ってなんとかみんなで日本を考える場所を作ろうというのが今の考えそしてそれなぜかっいったらこういうのを継続してやる保守がいないって深刻だと思いませんか 政治資金規制法が何とかで LGBT 法が何とかちょっと待てよこういう問題なんですよ国会でこれやってますよそれ安倍さんよりも岸田さんの方が内政はやるからで内政やればやるほどいつも言うけど叩かれるの内政やると全員を敵に回すから簡単だよね今までやってた内政のパターンを変えるということは今までお金が流れてた人からお金を奪うあるいは今まで権力を持ったり今まで権限を持ってた人のその権限を 奪って別の方に付け替えるんだから、内政というのは必ず全員的に回すの。だから安倍さんは第一次でやったけど、第二次で内政は本当やんなかったんですよ。それはある意味でずるっこですよ。その代わり、長期政権で外交安全保障金融で踏ん張ったんです。安倍さんは第二次で。そうすると、国力が底上げされるよ。日本の信用が底上げされ、あの長期政権になればなるほど、やっぱり。あの、みんな無駄だと。 安倍さん倒すことは無駄でもうみんな諦めたでしょ、盛りかけやって何やったって倒れないんだよ、そうするとねあの、踏ん張ってること自体が安倍さんの仕事だったんですよ、第2次では。あえて言うとちょっと痛ましかった、だけども仕事をやるより踏ん張ってると、もちろん仕事って、だって外交安全保障はむちゃくちゃやってるんですよ、でも内政については働き方改革、これ、安倍さんがやったことにな,なりますよ、安倍政権の。でも失敗でしょ、これでもう,もう見直そうという動きが自民党内でもやっと出てきた。 私は安倍さんと最後に会った5月7月に暗殺される直前の5月その時にかなり長時間話した時にも働き方改革はもう見直さないとこれはもう最初から申し上げたけど総理が思っってていいいたたこととと正反対の結果になっていると言いましたよつまり内政というのはやろうとするとね抵抗されるやろうとすると霞が関が総理大臣の意図と反対の法案を作ってくるんです。総総理理はその時にこう言言っったた安安倍倍さんです安倍総理は言った まあ何度か話してるかもしれないこの番組でもとにかく少子化対策になるって言って少子化を防げる少子化対策になるって言って霞が関が持ってきた話でで全て少子化を促進するものだけだったよなって安倍さんがおっしゃいましたこれが5月十何日私がお会いしたのは5月20何日かなの会話ですよそのぐらいこの国で内政を動かすって皆さん大変なんですそして 動かせば敵が作る。その最大の敵はマスコミになります。と。今、岸田さんはもうとにかく、そのメディアの報道だけ見てると、なんか今日にも終わりそうだよね。でも、自民党内は今。党内自体は死因としてますよ。だって、代わりに誰がやるとかって話でもないし。まあ、みんな選挙になったら困ると思ってるね。当たり前だけど、そして。 なんかやってるはずなんだけどなんか歯車が合ってないよねっていう感じをみんな持ってるのでこれねいつも言うけど第一次安倍政権がそっくりなんですよつまりわんさかわんさか仕事をやろうとすると霞からもマスコミからもそして自民党内の反安倍からも足をみんなに引っ張られて、えー、もう本当に引きずり下ろされる圧力がすごいんですすいませんね自宅でやってるもんでピンポンが鳴っちゃって。あのそういうい中で 岸田さんはよくやってるだけどもう一度言います少子化もや安倍さんよりもずっとやってるんですからってだけどもこれね児童手当の問題でしょでねこの問題を本当に私たちどうするか、えー、今みたいに誰も真剣に保守論壇が考えずに少子化に対してですよ政権がその時の霞の方向で、えー、結局は児童手当を作る作らないで終わるんですよ必ず子育て支援子育て支援もいい児童手当もいいだけどね 若い総理大臣がねちょっとょ表紙でねタウンミーティングをね2回か3回設定したそれは儀式ですよそうじゃなくて本当に自民党なり保守論団がこの問題でパーティー作ってですよしっかりとしたですね、えー、と日本の将来ビジョン作らなきゃと。で、えー、本当は私はそれをやろうと思ってたの平和圏でも今,今でもやる気あるんだけど。 今のメンバーは少子化対策の研究員がメンバーでは必ずしもないんでえここは核シェルターがテーマになってますでも誰かがやんなきゃいけないんですこの少子化の問題そして、えー、ヒアリングするといろいろ見えてくることがあるでその一つとしてそもそもがえ児童手当うんぬんいうより男と女が結婚しないよね男と女が、えー、結婚する前にまず男と女が出会わないあるいは付き合わないつまり あの男女のやはり、えー、こう晩婚化っていうよりも、えー、とにかく男女交際というものが非常にこの問題に切り込まなきゃいけないと。である結婚相談所の方と話してた時に要するに、えー、となんて言うんですか今のそれ。結婚の 婚婚活活みたいなねで婚活アプリもちろんでそういうのって昔でお見合いみたいなもんであの使って結婚されてる人今出会ってる人私の周りにも何人もいらっしゃるし、えー、いいい素晴らしいと思いますよそれで。だけどもその結婚相談所やってる人のあれとしてはそのバブル世代っていうとちょうど私どもの世代ですよ この辺りの世代がさあこういう年になって結婚しようって言って結婚相談所にやってくるとそうねこの50代以上の男はもうあの肉食系でねあっという間にパッと女の子をつかんじゃう。でも30前後以下になると本当にセッティングしてもなかなかねその交際にまでいかないというような傾向があるよと。これは えとそうじゃないこうだよこうだよっていう声があったら言ってくださいそういうのをいろいろヒアリング私もうちの会でも始めたいと思うんだけどとにかくこの男性が奥手になるる原因ってたくさんんあると思うんですよやっぱり一つはもう何ちょっとしたことでももうセクハラがないからねもうそ,のそういう守り方をしないと危険だみたいなコミュニケーションあるいはコミュニケーションを信頼してたと思ったら裏切られたとか始まってねいやそうやって一人や二人じゃなくて塊になってくるとすごい空気になっちゃうよね。 で、おそらくそういうこともありますし、それからまた。あの、結婚年齢というのが、そういう形でどんどん遅れていくとですね。その、当然こ、子供、あの、作る年齢も遅れる。それから、えー、あと、東京においての子育ての難しさですよね。これは、単純に、まず、お金がかかってしょうがないという問題があります。で、あの、二人目、三人目は、あの、もう何を買いわんやみたいな話になってくる。 要するにもうそういうことを考えられる人たちの層がかなり、えー、限られているとで、地方に行くとね、もうお金関係なく、えー、場所によって本当にこだこだくさんのコミュニティがあるんだよね。でも、えー、都市部に人が集中して、その集中しているところで、えー、そういう、えー、結婚子育てが 当たり前にわんわんわんさか行われるという空気がほぼゼロですねつまり共同体全体としてこの問題をその結婚子作り子育てっていうところに日本人共同体を本当に持っていかないとちょっとした予算の付け替えでこんなもの変わるとは私は思えないし多くの人も変わると思ってない。だから 数字を見て、えー、総理大臣が一生懸命やりましょうとで一生懸命やるといろんなそのこう子育て支援の法律は通りますとだけどもじゃあこれでうまくいくと思ってる人国民世論調査したら 80%90% がこんなもので変わると思わないって答えますよ。でこれをこれについては、えー、やはり、あのー、安全保障。 もうとにかく核攻撃から日本をどう守喝か,から日本をどう守るかが端的な安全保障ですよ、今や。そしてもう一つは憲法改正。でもう一つが私はやっぱりこの問題少子化の問題ではないかなというふうに思っている次第です。ちょうど毎年この少子化が、えー、の数字が発表される時に必ず、去年もこの番組で取り上げました、えー、なかなか関心を持っていただくことができないんですけれども、あえて、えー、こういう問題に取り組んでいく必要があると。 最後に会員の皆さんこれ見てる中会員の皆さんにはもう、えー、と発送を、えー、早ければ明日から、えー、順次発送作業に入りますで、えー、そうじゃない方の場合にはぜひ購読をお試し購読初回は4,000円で、えー、2回目は7,000円で本当割高で申し訳ないんですけれどもちょっとお支えいただくというつもりで、まあ、あの3あ月分の三か月分の 会費なんですよ。七千円というと、だからあの会員サービスも受けられるんで、これあの今のところ入会したらもう半永久的に、えー、会員からもう出さないで、えー、絶対しこうってないんですよ。だからまああの三、ー、ヶ月とか半年単位でもあの入会できるわけですから、あのそうするとその間私の会員向けのみの動画も配信されますし、また えー、勉強会にも、えー、割安な値段で来ていただけますので、えー、そういう意味でこれを機にまた入会考えていただく方が、えー、出ると嬉しいなと思います、えー、裏表紙は、えー、これ裏じゃないかな。これ裏表紙かな、えー、と安倍総理の、えー、言葉、えー、これが、えー、昨日書店に並び多分六月七日に新聞広告が出ると思います魂の政治家 日本と日本人を勇気づける名言ということで若者が選んだ安倍晋三100の言葉がえ源頭者から出ます。それのえ広告ですね、えー、全,全国紙に先駆けてこの総合の広告が一番早いとで、えー、ただお手元に届くのはちょっと遅いかもしれないということで動画で先に宣伝しておきますが若い諸君がですね えー、安倍総理の演説とかいろいろそういうところから100の言葉を選んで、えー、解説を、えー、彼ら自身が調べてね自分の感動した思いとそれから、えー、この言葉がどういう背景で出たかっていう解説を付した本で、えー、ぜひですねま、えー、もなくあの、えー、衝撃の7月8日から早丸2年、えー、この機会に 若い人たちがしっかりと安倍さんの意思を継いでいくというそのためにいろんいろなお手伝いを私もさせていただきました、えーまあ、この本は全面的に昭恵さんも監視をしてくれてというか、まあ、私の勉強会に出入りをしたり私と一緒に仕事をしている若者が皆さんが、えー、昭恵さんのところにしょっちゅう伺いながらですねいろんな安倍総理を継ぐ試みをしてくれてます。でもう 私自身はちょっともうあの安倍さんの戦友でしたけども、えー、お亡くなりになった後は、えー、こういう安倍さんなきゃ後の日本をどうやって支えるかということでへとへとになってんでもう安倍先生のことは若い職がですね奥さんのところにしっかりと集って、えー、寸分もその志からずれることなく、えー、安倍さんを継いでくれてるまあちょっと正直だから安堵してますよ。えー この本も、えー、それで総合はね、安倍さんと直接関係ないけど、私としてはしっかりと、えー、安倍さんから頼んだよこの国をと言われているというつもりでやっているものです。えー、中身については次のご、次の配信で、もう少しえっ、ー、とこの総合の中身少しご紹介します。じゃ今日はここまでありがとうございました。